かリフォームでこんだけできると思ってなかったんで、本当こう入れ替えるだけでここまでしてくれるっては思ってなかった。お疲れ様でした。お疲れ様でした。すごい上手でしたよね。でもめちゃくちゃ上手で本当に。どうですか、住み心地とかいかがですか。もう半年近くお住まいにしてますかね。はい。なんか最初とにかく寒かったので、それがまず大事でしたね。で、主人はね割とまあ平気なところもあったんですけど、私一人も寒い寒いって言って、で分厚い靴下履いて。底冷えがやっぱり、下からね冷たくて、寝る時はデロンギヒーターをつけて、で靴下履いて、で湯たんぽして毛布着てそれで寝てたんですけど、工事終わって帰ってきてからヒーターもなしで、靴下もなしで、毛布もなしで。もう本当になんかびっくりしたね。おまけに光熱費が一番いつも高い時で5000円安かったんで、そうですか。ほんまこれと思って。なんかきっかけじゃない。やっぱり寒い。今は寒いのに私はそのここにあった父の荷物倉庫、それをもうなんとかせなって思ってはったんですね。それをどうしようかというところで、なんかねきっかけないとなかなか捨てれないしね。大量の本、そうこういったらあれですけど、まあ私も父親に血引いてるからかもしれないですけど、その父親があんだけのすごいお金かけて買ったもんなんで、それを捨てるのもなかなか。妻なんかみたいに二足三本でただの紙切れやと思ってますけど、多分専門家の方にはそれは宝やと思うんですよ。それを捨てるのはなかなか思い切るのが用意しなかったんでね、結構買ってもらえたもんな。あ、そうでも生きてる生存の間に十分楽しみはったから、それで一番それが良かった。やっぱりお金を置いといて子供たちのためにっていう考えもあるけど、なんかまあある程度はもう自分たちで使っちゃえ自分らのために使おういいですね。ストレスなしに。そうですね。YouTube でいろいろ見てるうちに、やっぱり入江聡さんの設計すごいなと思って、でも自分とこの家とのギャップがありすぎて、なんぼいいなと思っても自分とこの家がこんな雰囲気にはなるわけないしとか、なんかその辺でこうもう諦めて違うとことか一時思ってたんですけど、まあやっぱり。見に行ったらどうせやったら見に行ったら YouTube で散々見ててんから行ったらって言ってくれたから、じゃあ行こうかみたいなで連れてってもらって、まあその時にまあ念のためにと思って家の製図じゃないのに設計図とか問題点ダーッ書いてこんなんやねんけどできるみたいな、予算はこんだけやねんけどとか言って。って言ったら、ひろしさんが自信満々にできますよ。そう似せることできますよみたいな大丈夫ですよみたいな自信があるんだなと思ったんです。そうですね。もう入江さんやり始めて谷口工務店ももう12年ぐらいなので、もうそこに関してはもう全然どこにも負けない自信がありますね。リフォームだろうが新築だろうが、そう何でもできます。でしかもまあ大阪っていうのもあったので、大阪支店あるしできますよみたいなところもありましたね。やっぱり今の住宅ってどんな感じなんかなっていうのが気になって、やっぱりうちが寒いので。でちょっと見てたらやっぱり断熱とかなんとか出てきて、あこれなんやろうと思って調べて、もう YouTube でもう見まくって、で本も図書館でだいぶ借りて、はいだいぶ読みました。エコ大賞の審査員の方とかなんか。まあもちろんイレイさんの方もちょっと買わずに借りたんですけど、あ、その中でイレイさんを見つけた。そうですそうです。それで写真見て、あ、素敵やなと思って YouTube 検索して、あ、そういうスタートに打ち込むみたいなのが出てきて、そういう、あ、これでたくさん YouTube 出してるからそれも見てて、そうですそうです。で行こうって一回言ってください。あ、そうですそうです。私がしょっちゅう見てるから、ちょ、見て見て見て、ここでね、これいいと思えへん、主人がで散々見てたからのに、違うところね、あるのにあんた一回見に行ったらって言って、よかった、ご主人のその一言ね、それなかったら顔をしてやったで、やっぱり実際見たら、やっぱあんなにYouTube で見てたらもっと広いところかなと思ったら、意外と実際のね、お家とあんまり変わらないようなコンパクトなところに吹き抜けあって、なんか全部必要なものがあって、それでかつなんか雰囲気すごくよくってみたいな、なんかちょっとびっくりして、で自信満々やった。そう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 、よくできますよ、お任せくださいみたいな感じだから、ここの会社自信あるんやって。で、まあ、うちは大工がいてますからみたいに言ったから、はい、そうですね、本当に素敵な巡りです。ありがとうございます。初めこのお家見に来た時どうだった？あ、この家見に来た時は、まあでもやっぱりその生活がなんかなんとなく合ってなさそうやなっていうのを見て思いましたね。はい、まあとにかく多分収納量とか結構まあお困りだろうなっていうのはすごい見て分かったんで、はい、まあそれでもやっぱりこう工夫されながらお住まいされてたっていうのがあるんですけど、まあやっぱり築年数とかも結構経ってるっていうのもありましたし、ね、なんかもともとここら辺にこたつの床下もね、今使ってないんですよって言って、ペコンペコンなってきてるね。そうなんですよ。はい、これはやった方がいいなって思うところもやっぱりありましたし、で最初来はったのね、島さんはめっちゃ大きくて、なんかプロレスラー、いやめっちゃ怖い人来たわと思って、すいません。最初ちょっと放送と思ったんですけど、よく考えたら、まあやっぱりね、ファーストタッチで来てくれはる人やねんから、はい、そんな怖いわけがなくて話したらめっちゃ優しい。あ、よかったで慣れたらめっちゃなんか用語をいっぱいどんどん言いやすい、言いまくって、よかったです。なんかすごい困った時もあったけど。あなたがしますよみたいな。で、まあ、主人がスター・ウォーズ好きなんで、最初なんかまあレーザーかなんかで銅板をこう抜くかなんかして、なんか好きなキャラクターをなんか作ってもらって、まあ壁に貼るのがいいのか、なんかつるのがいいのか、なんか考えてくださいって言ったら「わかりました」宿題になって。なんだなみたいな思ってたら、最後バーンって表札ができるんで、その目立ちすぎずいい感じでしてくれはったんで、ここまでしてくれるから、ほんといろんなところ、細かいところ、そういうところがまた谷口工務店大工がいるんで、細かいところまで対応できるかなと思いますね。大工さんが自社でいてはるっていうのは強みだなって、頼みやすいですよね。なんかリフォームしてくださる方は結構そういうふうにお話いただきますね。なんか後からこれ足してとかいうね、ホスクリーンですか、それも見つけましたね。あんなでも後から言って、じゃあまた行きますっていう感じで、同じ人が来てしてくれるんやみたいな。そう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 、安心ですよね。そうですね。まあ大工も来たいんですよね。自分がやっぱり触ってるお家なので、どういうふうに暮らしてはるかなっていうのも気になったりとか、で不具合ないかなっていうのも、やっぱ本人もやっぱ責任施工でさせてもらってるし、気になるっていうのもあって、そうですよね。はい。なんかベンチが本当おすすめですね。あ、そうですか。本当に気持ちいいね。なんか朝いつもね、開けて音楽かけて、ウッドデッキで本読んで。好きな音楽聴きながら、いやめっちゃ贅沢やん。いや私も負けずと楽しました。なんかそうなんで楽しんでるね。第2リビングみたいな。第2リビングみたいなね。にさえよかったら必ず出てるんです。アイス食べるのめっちゃ美味しいんですよ。そうですよね。もう子供の時を本当思い出すような感じですね。めっちゃ楽しいなと思って。そう本当にね、ビーチも活用してくれてはる。いや嬉しいです本当に。そうビーチあるからアイスも持っていけますし。ねわざわざ椅子出してとか大変ですもんね。そうですね。なんかリフォームでこんだけできると思ってなかったんで。そうもっとねリフォームいたら。なんか本当こう入れ替えるだけで段差も壁やったら壁塗るだけ天井見た目だけにするだけかなって、なんかここまでしてくれるっては思ってなかったんで、ほんまに暮らしが変わった変わりました備え付けの家具もつけてくれはって、この前が広くなったので今までもテレビ台置いてソファー置いててだけど、こんなに広くなかったんで、広くなったし、ここで孫がね遊んでるのを見てボーンとして走り回ってるんで、やっぱりなんか木って気持ちいいみたいですね。こう寝転がってねこうしてるよね。家具も多分床とか天井とかと統一感があるからね、スペース的には一緒のはずなんですけど、広く感じる効果もあるかもしれないですね。なんか谷口さんはなんかみんなでなんか協力してしはるって感じだね。そうですね。大樹さんも若い大樹さんだけじゃなくて、棟梁だけじゃなくて、なんか年配の方もね来はって、その年配のとね大樹さんに棟梁がなんかこう真摯な感じでこう。ね、ちゃんと聞きながら「いや自分が棟梁や」って感じじゃ全然なくてちゃんとなんかこうね吸収しようとしてるっていうのが分かって、いや素敵やなと思って。ありがとうございます。やっぱりなんか家づくりって一人でするっていうよりか、なんかチームでこうする方がいいものが仕上がると思っているので、ね、なんか必要な時に必要な人を呼んでじゃないですけど、もうやっぱり家具とかだったら堀専門の人を呼んだりとかっていうふうにさせてもらってますね。造作家具ってなんかイメージとしては高いからどうかなと思ってたんですけど、やっぱり最初、まあ、それなりのお金出せば後がやっぱりね全然違うなと思って、お掃除とかもねしやすいですね、きっとね動かさなくていい、そうですね。でかといってねビーッと出したら全部ね下に掃除できるんでよかったですね。洗濯物とかはそうですね、洗濯物前はもうよいしょって感じでここから降りて、まあ雑草だらけのそうここでそーっと開けて、でないと端っこがこうちょっと響いてたんでガラスに、なるべくここ開けないで裏から出てぐーっと回って干したり、それか廊下通って和室の。開けてよいしょって段差降りて干しに行くかどっちかだったんですけど、でまあそこに洗濯物を出窓にポンポンポンと置いてね、主人に置いてって言って置いてもらって私がダーッと回ってここからキャッチしてまほれも楽しそう。なんかそんな生活でしたけど、今はどちらに？今は寝室のところに寝ます。いろんなところで楽になりましたね。なんかいっぱい集まってたデンマークからのお土産とかね、すごい綺麗に飾れたんで、飾ってたんですよ。飾ってたんですけどね。誰も気がつかない。そうそう。来る人がこれあった？これあった？前からあってんけどみたいな。やっぱり綺麗に失礼できたんで、よかったです。アプローチとか玄関とか、なんかどうですか？ああそうですね。親しかないやっぱり。それと手すりか。手すり。あれはみんなさん言いますね。あそうですか。あ本当に来る人いられます。これいいね。入る前のベンチもそうですね。あ、そうですか。使ってはりますか？使ってる使ってる。孫たちと一緒に出かけるときはとりあえず2歳の子なんかそこにポンって座らせて、で靴履かしたりもするし、ちょっと待っててって言って、ちょっと座らせて。そうそうそう。本当最初狭くなるんで玄関、大丈夫広瀬さんとか。なんか図面だけで見たらね。まあそうですよね。途中で見せてもらいに来た時に「見ていかれますか?」とか言って、でね入って見せてもらって確認して「あ、大丈夫そうやな」ネットが広かったからね。そうですね。だからなんか就活の一部って考えてね、荷物整理できてよかったですね。そうですよ。お家が広かったらその分荷物もね増えたりしてしまいますね。やっぱ主人の両親の荷物がまだあったので、このままほっといたら息子たちが困るなと思って、思い切ってもう本当は住みながらしてもらおうかって言ってたんですよね最初。でもやっぱり思い切って捨てなあかんなって決心して、思い切ってよかったですよね。なんかどうしてもやっぱり両方とも夫婦でね、2人ずっと顔つき合わせたらやっぱりなんかイライラしてしまうっていうのはよく聞くんですけど、やっぱり今回こう切り身してもらって居場所いっぱいあるんで、主人はそっちで機嫌よくね聞いてるし、私は上でヨガしたり、もう自分の好きな本読んだり、もうめっちゃ自分がこの合わせなくっても。毎朝ここで映画とか見てたらやっぱり悪いかなと思ってこう合わせてる部分を見たんですけど、まあいいかと思ってもう私は私でと思って楽しんではるし、こいつも楽しもうと思って。それはよかった。まあいろんなね居場所がたくさんあるからこそできることですよね。だいたい1箇所2箇所だったりしますもんね。そうですね。ご主人はいつもリビングのソファに貼ってっていうお家が多いんですけど、ここは外もあるし、あ、そうですね。2階もあるし、そうです。じゃあまあということで、はい、いろいろたくさんお話しいただきましたけれども、改めてこうリフォームしたご感想をお聞かせいただければなと思います。そうですね。やはり昨日家ということで、昨日感じがものすごく良くて、各部屋の中の木のぬくもりというんですかね、それが良くて、やはり何といってもこのデッキでのんびり過ごすのが一番優雅な時間だなと最近は思うようになってますんで、その辺が良かったですね。ありがとうございます。ちょっと重複してしまうんですけど、無垢のこの感じがこんなにいいと知らなくて、やっぱり今まで安い家具を使ってたせいか、まあ工事途中でももう感じたんですけども、無垢の木の手触りと香りと、もうそれがやっぱり一番魅力的だなって。子どもたちが小さい人ほど親御さんたちにはやっぱり本当の無垢の、まあ、床とか家具とか、ぜひ取り入れてほしいですね。木の香りとかはしますね。もうしなくなってます。すみません、もうしなくなってます。慣れちゃうんですよね。お客さんはね。みんな来はった人はみんなやるんですよ。木の匂いするね、香りするねって言いはるんだけど、もうすみません、もうわからない。ふっとした時にこう床とかね拭いたりしてる時にふって2階に上がった時に、あ、これ杉の香りや、お、久しぶりとか、そんな感じで、やっぱりいいなと思って、うちの家いいなと思います。私話なんて家では本当に寒くってできなかったんですけど、本当は裸足になりましたね。なんか友達も、いや、よかったら素足でどうぞってもう感じてって思いますね。孫たちももちろん来たらすぐ靴下。改めましてありがとうございます。私はそうですね、お引き渡しの時に来させていただいて、改めてこう半年経ってから実際にこのお住まいされている様子っていうのを今日初めてお伺いさせてもらったんですけれども、こうやっぱり打ち合わせの時とか最初にこうお聞かせいただいたこう思いっていうのがきちんとこう実現されてるような気がしてて、あとはこのね、思ってる以上にこの赤井さん自身がこうリフォームしたお家のいいところだったりとか素敵なところっていうのを見つけてくださって、こういう風に生活してるんですよっていう風にたくさん教えてくださったのが本当に嬉しく思います。はい、この度は素敵な講演をありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、今回は築38年のリフォームされた、オーナー様のお家の、お話を聞かせていただきました。ありがとうございます。谷口工務店は滋賀県の会社ではあるんですけれども、大阪の堺市の方にもショールーム構えておりますので、新築だったり今回みたいなこうリフォームで、お困りごととかありましたら、是非いつでもお気軽にご相談ください。はい、今回の動画が、参考になった、ためになったと思われる方は、いいね、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。今回はどうもありがとうございました。ありがとうございます。ちょっとつけてもらえた。めっちゃシャンプーするよ。何それ。いや、もう自信満々っていうのが。